お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのハッキリがやっていきたいと思うんですけども、バランス調整がね行われましたと。でこのデッキで言うとアウトローと吹き矢がね強化されました。でアウトローはガールのね攻撃速度が速くなりましたよと。で吹き矢ゴブリンはダメージがね 9% 上がりましたよということで、まあ、この2枚が強化されたならもうこのデッキでしかないでしょっていうので、まあ、ハッキリガーですね。でも今ね、吹き矢暴れすぎて、もうやばいっすよ。だからマッチング行ったら、吹き矢の枯渇だったり、まあ、吹き矢のね、ペッカ工場だったり、吹き矢の、まあ、このハッキリガーだったりとかも、吹き矢多すぎやんけっていうぐらい吹き矢がね、まあ、使われてます。まあ、単純に強化されてすぐっていうのはあると思うんですけど、今吹き矢がマジで暴走してるんでね、まあ、使い毒かなっていうのはね、ちょっとありますね。まあ、というわけで早速ね、やっていきたいと思います。さあそんなわけでやってみます。マクリス、これマルチじゃないんですけど、マジで世界でねトップラダーマルチ上位いってる発撃ホグのね人です。発撃ホグでワンチャンアウトローとかをね入れたのかな。まあ発撃使いですね普通に。そう、おお、初手端前バレもやってない、ヤンキーすぎん、やめて、何もしないでほしいな。さあザップ打ってくるというわけで、まあ、シンプルに攻撃力上がったんでね、吹き矢。ただ、これ無視やばいですよ。500ぐらい入るっすよ、これ。やばくない？やばいよ。普通で始まる吹き矢も、なんかね、たまに、ああ、無視でいいかとかあったけど、無視できないっすよ。さあ、アイウィズと。で、アイウィズも、今回、強化されましたね。召喚時ダメージがついたっていうので、今、召喚時に微妙なね、遅延効果と、まあ、やや、スケルトンとかコウモリ処理できるダメージがね、まあ、ついたよねっていうので、さあ、ここ無視。さあ、まあ、アウトローとかね、まあ、なんかで、ね、対応しながら。あ、メガール行かれたらもったいないんですけど。いやー、ちょっとね、まあ、時代が本当に昔の時代になったというかね。あ、これ、ペッカボルンだ、多分。よいしょ。さあ、しばきながらやっていきます。で、これ、縦線の枠、ギャングとかでもいいですし、タルババとかでもね、ウッドを変えてもいいと思うんで、別に何でもいいですね、正直その辺は。さあ、これ多分、神相性かもしんないね。一応ザップちょっと警戒しながらね、添えてあげながらの。いやー、これ残してあげたかったですけどね、正直。さあ、吹き矢残す、ディガーで。で、あれこれ攻めてるんでね。あ、これ今ね、トルネードプラスのアイスウィザードの召喚時ダメージで、多分処理しようとしたんですけど、処理できなかったですね。はい。アイスウィザードの召喚時ダメージね、エレキとかと思いやすいんですけど、まあ、エレキなんですけど、エレキよりダメージが全然少ないんですよ。だから、トウモリ、トルネエレキとか、エレキプラスザップとか、アイゴレエレキで処理できるものが処理できないんですよね。そう、だから、エレキとかみたいな感じで使うのは多分違うんですよね。基本的には今まで通りみたいな。今まで通りで、なんかたまたまね、あ、コウモリあるとか、今だって時に、まあ、召喚ダメージ使っていけるのが、まあ、理想なのかなっていう気はしてます。はい、まあ、というわけで。あれでフリーズなんでね、これもう無双です。圧倒的無双です。ハゲキ釣られるよね。やべ、釣られないのマジやばいんで、一回釣ります。一回釣って、フリーズ来るんで、ファイブ打って、耐えれますね。でさ、ボーイを殴ってもらいながらの、いやもうアウトロー無双のね、この時代懐かしいっすよね。そう、まあ、だがね、ゴルナイとかね。来るとね、ゴルナイとか来るとマジで泣いちゃうっすけどね。普通にまあこれは相性が良さそうだな。相手ザップしかないしね。さあ、縦線もね、優秀です。で、まあ残してあげたいよね。吹き矢残るだけでうっといっすもん。で、端前アウトローとかでね。やべ、これ爆破で俺のガールがダメージ受けるの嫌なんですけど、いや、で、ザップか。まあだがね、だがきついよねっていう話なんですよ。いや、なんか見えない。まあ、あんまわからない。その吹き矢の HP 強化で、HP じゃない、攻撃強化で、なんか何々をこう何発で倒せるとか、その辺はね、多分そんな変わってないし、結構わかりにくい部分だと思うんですけど、単純に強えよなっていう。ただそれだけですね。単純に火力が強えよなっていう。さあ、で、蓋してあげてね。で、ディガーでも削りながらね。あえてはこれ削られるの嫌なんでね。さあ、で、ウッドとかで縛いてあげながら、いやー、なんかもう、とりあえず、吹き矢ね、吹き矢デッキやばいっすよ。バカ増えると思います。てかもう増えてます。で珍しいですね。まあ、今回アイスイズ強化でこのデッキ多分使ってるんですけど、この方は。いやもう、とりあえず吹き矢ゲーみたいなところ。でさ、ディガーで削りながら、吹き矢でも削りながら、ウッドでしばきながらと。
で、ここ延命してあげてね。いやー、これはもうね、相手辛いっすよ。フリーズ使ったんで、ここバルーンでね、攻めれないんでね。さあ、まあ攻めてきても、まあなんとかなるよねっていう。で、吐き気砲で釣ってあげながら、コウモリ、アウトロ、いろんなとこに配置してあげて、で、ディガーとかもね、なんなり行ってあげながら、最後はスペル削りと。いいので、まあ、吹き矢も強化されての、さらにね、一応このデッキ、アウトロガールもね、はい、強化されてますんで、さあ、グッドゲームと。まあ、強えよ、このハギギリが。ここ1、2年はね、少なかったですけど、昔はこれが当たり前でしたからね、このデッキが世界トップにずらーって並んでましたから、またその環境がちょっと復活するんじゃないかなと思ってます。いやもうだからね、本当に今季の世界1位とかも多分この反撃になるでしょうし、多分ね、本当にそんぐらい強い。マジで強い。迫撃ゲー。クラロはね、迫撃ゲーなんですよ。無課金で格上に勝ちたいとか、迫撃です。はい。どうやったら展開いけますか？迫撃です。はい。どうやったら上手くなりますか？迫撃です。もうね、迫撃ディガー極めたら多分クラロは制されるぐらい迫撃強いんでね。ちょっとこう上手くなりたいんすよねとか、なんか次のデッキ探してるんだよねってなったら、まあ現環境ならば迫撃法をねやるべきですね。もう間違いなく、まあ、むずいっすけどね。むずいんすよ、むずいんすよ、むずいし大変だけど、極めがいは間違いなくあります。というわけで、迫撃じゃなくてクエイクロイホグっぽいの引いてちょっと辛いっすね。これ普通に嫌なの引いた気がしてます。いや、ファイスピサー吐き切ればよかったかな、なんか。クエイクロイフグのクエイデリウッドみたいなね。そういうやつかな。さあ、ここはまあ縦の戦士で受けましょう。だんだんロイフグ攻めてきてほしいな。だってデリウッドファイスピ迫撃にさ、これで勝てたらだってバケモンじゃないって思うじゃん。でも勝てるんすよ、これ見ててくださいね。それがね、迫撃法なんですよね。よいしょ。まあ、ファイボでね、守れるのもでかいんですけど、まあ、基本的にはディガーですね。まあ、攻め役したいけど、結局クエイクあるんで、まあ、使うなら防衛か、クエイク打ってからみたいな。よいしょ。さあ、攻め打った気が来るのがちょっとわかんないですけど、縦の戦士で受けながら、さあ、吹き矢ね。気づかないけどダメージ上がってんすよね、これ。9% って結構でかいですからね。普通なんかさ、5% とかなんかそんぐらいなね、気もするんですけど。別に弱くないのにね。弱くなかったのに、9%も強化されちゃったらね。それはたまったもんじゃねえって。さあ、一旦攻めてみるっていう。さあ、そっちクエク打ってくれるのは別に何でもいいって。で、まあ暇なんでね、削りながら。僕多分一生防衛5しとけばいいと思ったんですけど、攻めちゃいます。さあ、で、まあ、守ります。耐えたいんでね。で、やってほしいな、あれ。吹き矢がちょこんとかやってくれるよね、ナイス。さあ、で、今来たら、まあ、防衛ファイブとか視野にね、入れながら。吹き矢がね、なんかやっぱいい味出すっすよね。逆サイからもちょっかい出せますしね。で、ウッド使って、みたいな。で、まあ、ウッド使ったらね、これ絶対突破されないんでね。で、クエイクも打った。さあ、ディガーも飛ばして、吹き矢ちょこんちょこんしたいけどな。吹き矢ちょこんちょこんしたいけど、まあ一旦我慢でいい。さあ、吐き気砲入る。ファイブ打つ。当たるよな、ね、オッケー。いや、神ファイブ打っと。いやー、で、これ謎のコウモリした。デリ来たらやばい、ナイル。まあ、デリ、この後でいいか。いや、お、あれ、終わったな。さあ、吹き矢が、ピャ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 。いやー、はい、吹き矢ゲーでした。オツですね。いや、なんかまあ、吹き矢、とりあえず強いっすよね。もともとのステータスが悪くなかったのに、強化されたので、間違いなく使い得カードになったと思いますね。さあ、まあそんなわけでね、迫撃は今季は強いわけですよ。マサネクとか言えばまたわかんなかったんですけど、マサネク加砲されたんでね、この小物系がマジで無双だって、今まで、最近ね、マジであんな小物メタのマサネクがいて、なんかこう小物を使ってる人見たじゃないですか、ウォールブレイカーとか。まさにか消えたらそれはもう小物。お前公開でね、どう勝つのっていう。ゴルナイしかいね。ゴルナイとゴーストとか、まあそれにちょっと高回転でね、頑張っていくしかないですからね、もう。
もうゴルナイ持ってないだけで鬼苦しいっすよ今期。高回転無双が始まっちまいます。そう、おーい来たっすね。いやマジで今強いっすからねこれ。結局ねそうなるんですよ。あでも相手はあれか、アウプリ枯渇の方ですね。アウプリのね。いやガールのさ見て、今見た、いいよ。攻撃速度バカ速えな。いややばいな、なんか吹き矢も強いしさ、今ガールがやばいね。今のガールやばい、やばいよ。コウモリとかさ結構ガール抑えるのに優秀だったのにさ余裕で突破しちゃったよ。やばいな、小物に強い吹き矢が、吹き矢というかアウトローがさね、高回転のその辺に強くなっちゃったらやばいな。マジでなんか多分だから今シーズンは結構ミラー対決とか余裕でありそうっすね。もう PS 対決みたいな、どっちがお前迫撃砲うめんやみたいな、高回転うめんや対決が結構あると思います。さあまあそんなわけで、まあ、しっかりディガーで削りながらね、あとああいうのにもファイボーワンチャン狙いながらちょっとダメージ稼いでいかなきゃ怖くなってくるっすよね。さあやべえサイクルが、ちょっと待って、やばい、よいしょ。まあ、耐えていきましょうと。まあ、ロケ削りされるんでね。まあ、これロケ撃ってくれたら撃ってくれたで。もう撃たれちゃったっすね。いてぃ。これさ、ガールワンチャン一発殴れるんじゃね？殴れねえかな。端プリワンチャン。うい、怖すぎる。いや、まじ、あのプリンスやべえな。さあ、ちょっと削りながらね。でガボーイで耐えながら、いやなんかもう多いね、アウトロー吹き矢がとりあえず多すぎ、君ばっかやんっていう。いやーしかもなんかエレスペ入ってんだよね、で謎のエレスパーがいる。相手陸がなんかいないのか、エレスピだから陸浮きがちょっと少ないのが熱いね。俺プリンスで、プリンスでとかディガーがめっちゃ刺さる。うん、おっきいなこれ、大きいね。さあ、アウトローでね、しばきながら、迫撃砲行こう。いやー、これはセットになってないから熱いよ。で、ここで、まあ、アウトローガール飛ぶんでね。よいしょ。さあ、これでも吹き矢飛ぶか。いや、いい。タワーに殴る。あー、キャー、いい攻めですね。で、ワンチャン防衛ファイブもない。いや、これ吹き矢でちょんちょんしていいな。ちょん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 。いやー、吹き矢、やるやねえか。さあでこれはね、いや相手のウッドがいい。いや待って、やばいやばい、相手のウッドがいい、急にやばい、大ピンチになった。攻めウッドでちょっとプリンス入っちゃったな。まあ攻めるしかないですね、僕もガンガン行こうぜっていう、うん、さあ一緒にやろうぜっていう吹き矢でね、吹き矢で、いやあるよあるよ、これ両方受けないといけないよ。いやー、吹き矢がね。いや、ロケ圏内、これもしかして。いや、ロケ圏内だから、相手はもうね、あれだ。ロケット撃ちてーってやつだ。ロケット撃ちてーってやつだ。あー、でもコストがね、これでなくて、俺が最後ね、ファイボで勝ったんだね。ナイス。やぶねー。いや、マジで。増えるよ。吹き矢アウトロー。マジで強えんだ。マジで強え。まあ、なんで今シーズンはもうウッドとかがね必須な環境な気がしますね。まあほんと3年4年ぐらい昔のねクロロがちょっと帰ってきたっちゅうわけです。さあ迫撃砲をね、迫撃砲を置いていきます。さあアイゴレディガーでバルーンかな、アイゴレディガーってことは。さあ吹き矢で溶かしながらで、これタルーで処理していけたらワンチャン位置次第では延命したいけど、まあ、おお枯渇三十してけな。エリポンディガーっすね。エリポンアイゴレ。いや、多分三十じゃない？多分三十っすね。懐かしの？めっちゃ古いよ、でも、アイゴレって。まあでも、アイゴレとかも帰ってくるかもしれないっすね。結局、アイゴレって、今までマザネクとかに何もできなかったから、ただの豚プレゼンツだったんですよ。もう豚をハッピーバースデーしてたんですよね。あげてただけだったんですけど、まあそれを考えると、まあまあなんか復活しそうだね。マザニクがやっぱね今回下方食らったのがねいろいろ大きいと思うんですよね。
マザネクカフォーで高回転のね、もう生きる道しかなくなったけど、高回転の人のための環境というか、高回転大歓喜っすよね。さあ、アイゴレミニペの、なんかめっちゃ昔に流行ってたそうな三重詩ですけど、ヒースピあるんで、こんなんなかったっすけどね。さあ、まあ、とりあえず三種かな。まあ、1本いたらアウトローからのディガーコウモリで、なんかブチブチにやっていきたいっすね。さあ、で、まあ攻めながらエリポンを壊したいだけなんでね。とりあえずね。で、相手はエリポンを延命したいっていうね、やつですけど、これはね、エリポンも壊せて、ダメージもね、はい、稼げてと。もうね、チャンスですね。ミニペ来たら、立つじゃん。まあ、ウッドファイスとかされるかな、ワンちゃん。様子見ながらね。よいしょ。さあ、激怒入ってると。でも、あとは守ればいいので、破棄表はね、結局防衛破棄機できるから強いっていうね。これしかも、ファイボと、これで飛ぶっすね。いや、熱い。で、吹き矢で守りながら、あれ俺、ファイボのさ、やったことによってさ、飛ばなくなっちゃった。やばいやばい、めっちゃいい位置に打ってきた。うん、ふん、ふん。やばいやばい。危ない危ない。いやー、ウッドがねー、ウッド時期来たな。さあ、まあ、あとはね、防白して勝ちなので、まあ、さすがにこれは勝ったかなと。いやー、でも、なんかね、大きく変わりますね。なんか今回すごいな。なんかチャンピオンが出て、環境また変わったじゃないですか。でも、ほんとそれと同じぐらい、なんかね、今季は変わりますね。さあ、いや、綺麗。いいね。吹き矢ね。さあ、グッドゲームです。はい、というわけで今日はね、この吹き矢破棄機使ったんですけど、吹き矢はめっちゃ強いというか、まあ吹き矢はね、普通に強化されて、まあ知らんところで強くなってますけど、目に見えて分かったのはアウトローですね。ガールの攻撃速度がやっぱめっちゃ上がってたね。殴るのマジで早かったもんな。コウモリとかね、これも。多分めっちゃ速いですね。ぴょん、ぴょん、ぴょん。いやだから小物系にも強くなってるんで、いや、そういった意味ではね、マジアウトローの浪服とか、アウトローのなんちゃらとか、アウトロー系もね、すごい強いかなと思いましたので、このアウトロー吹き矢ね、皆さんもね、組み合わせて使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。